産んで仕方なくなるから、ここの腐ってしまったところの神経を取らんとあかんねん。新年明けましておめでとうございます。口元美容香りです。なあなあ、虫歯が大きくなりすぎて歯の神経を取ったりしたことがある人いてる？なんか嫌な感じするよな。知ってる？何をしてるか。歯の中の神経を取るってどういうことかってことやねんけどな。歯の中に入ってる、ここに空間があんねん、歯の中。神経と血管が歯茎からずーっとつながって入っていってやな、栄養分を送って循環してくれてんのよね。こう酸素を運んで栄養を運んでくれてんのよ。でも大きな虫歯ができて歯の神経の管まで感染してしもたとしたら、ここに入ってた神経と血管は腐って産んでくるのよ、死んじゃうのよ。んで根っこの方に海が溜まってきたりするから、こうなってしもたらもうここは産んで仕方なくなるから、ここの腐ってしまったところの神経を取らんとあかんねん。歯茎とかもさ、神経血管あるやんか。これって例えばフランスパンでガリッと怪我をした、やけどした、いろんなことがあったとしても、また綺麗に新しい神経血管が張り出して元通り治んねん。でも歯のこの細い管の中に新しいのが入っていって置き換わるなんてできへんから、死んで腐って産んでくんのよ。なので免疫が行き届けへん、この歯の中の空間のところの神経血管ダメになってきたやつだけを、この根元からプチッとちぎり取るっていうことしてんねん。根っこの先でグキって捻挫したような感じが起こんなんやんか。だから虫歯で神経がやられてきた時って、冷たいものがしみる、熱いものがしみるっていう感じやねんけど、神経を取ってしまったらそのしみるはなくなんねん。でも今度ここで捻挫してるやん、根っこの根元で捻挫してるからさ、当たったら響く、中でジクジクするっていうような症状が残んねん。まあ痛いから歯医者行って治療してもうたのに、なんで痛なんの、触れへんかってよかったって思うかもしれへんねんけど、一時的にここは捻挫ささなしゃあないのよ。だからこれは捻挫やから日にち薬で治ってくるねんな。ここがちゃんと綺麗に治って歯の中、空間の中が入ってきたバイ菌、虫歯菌とかが消毒できたら、最後のお薬にしていけんねん。ここの神経の管んところを綺麗にお掃除する機械がこれよ。じゃーん、この子たちでーす。なんか針でクリクリされてるって感じたことない？うわ、見えるかな、この細いのんからさ、だんだんこれ太くなっていって、ここら辺まで来たらちょっと太くなって見やすくなったんじゃん。根っこの太さに合わせて太いのんまでいろいろ取り揃えてあります。これで綺麗に神経を取っていくんよね。最近は電動のんでジューって歯の中を掃除して綺麗な形を作ってっていう風にしていったりもする。とりあえずは歯の神経の管の中を綺麗にお掃除して、最後のお薬ができるように準備していくっていうのが歯の根っこの治療です。ってことは時間がかかったりすることもあるし、歯の根元のところの捻挫してるとこ、神経のちぎれたところなんていうのが治っていくのを待ったげたりしなあかんかったりするから。なので一時的に当たったら響くなーなんていう症状が出たとしても大丈夫、ちゃんと治っていくからね。安心してね。神経抜くっていうのはこういう感じですんのよ。できたら確かに神経なんか取らん方がええよ。だってな、神経は血管と一緒に通ってるわけやから、血液には白血球があって免疫があってやな、酸素も運搬してくれてめちゃくちゃ元気やねん。でもやで、ここの神経取ってしまってスカスカの歯になってしまったら割れやすい、折れやすかったりすんのよね。っていうことは歯の寿命も短くなる可能性っていうのは大いにある。しかも一回治療した歯っていうのはバイ菌が入ってるわけやろ、この中に。また根元で産んできたなんていうこともゼロではないわけよ。なのでできるだけ神経は残した方がいいのよ。最近は神経を残すためのお薬とかも出てるから、歯医者さんでいろいろ聞いて相談してみてな。いやー、2023年新しい年を迎えましたよ。もちろん張り切っております。もちろんですよ。皆さんが今年も口で悩むことがないように、悩む人を少しでも減らすように、いっぱいいろんな情報をお届けしたいと思ってます。
正月どんな風に過ごしてる？みんなはどうしてるかな？私は必ず初詣行くんよ。まあ基本的にどんな時でも神社にお参り行くっていうのは定期的にしてるんやけど、お正月の方が人いっぱいやんか。なかなかお参りに行くのが大変やったりするけどね。でも新しい年、気持ち新たに皆さんの幸せを祈っていきたいと思います。ぜひぜひコメントでの応援とか、今年はこんなことしたいよなんていう皆さんのコメントもお待ちしてます。皆さんが今年も幸せに自分の目標が達成できるように一緒に頑張っていこうな。では2023年、今年もよろしくお願いします。